はい、こんにちは。ですね、今回はオプシックスを、FM 申請として、説明するということをやります。もちろん FM 申請なんですけど、あえてですね、このオプシックスでいろんな申請の原理を勉強しちゃおうということで、最初はね、オルガン、要するに制限波合成ですね、オルガン、それから、いわゆるアナログ申請というかね、フィルター型のシンセサイザーとして使うということをやってきましたけれども、今回はまっとうなですね、道でちょっと説明してみたいと思います。で、FM シンセサイザーというのが出てきたのは1983年ヤマハが DX7 というのを出しまして、ちょっと一世を風靡した感があったんですけども、ちょっととっつきにくい部分というか分かりにくい部分もあって、結局1990年代ぐらいになるともうシンセサイザーとしては消えてしまって、その原理そのものはというか、チップそのものはね、携帯電話のチップとして残ったりしてたんですけれども、シンセサイザーとしては最近になってやっとまた出てきまして、面白いんじゃないかっていう再こう認識みたいなね、ことがされてきましたので、そこら辺も含めて、FM っていうのはそんなもう実はフィルターの型のシンセとは真逆で倍音を増やしていくシステムなんですけども、そこら辺が理解できてしまえば別にもうそんなややこしいことも何でもないんですね。で、ロジックのすごい数学的なこととかはもう全然置いておいて、シンセとして実際どれくらい使えるかっていうことが重要になりますので、そこら辺の説明をしていきたいなと思います。さて、それでこの FM ということなんですけども、FM って、いわゆる FM 放送とかもありますが、この FM、フリーケンシーモジュレーションという意味なんですけど、実は何ら難しいことはなく、なんてことはない、要するにビブラートなんですよ。ある音程信号が出ていて、音色のある音程信号があって、それを揺することがフリーケンシーモジュレーションですね。だから「ああ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 」っていうのも、これがフリーケンシーモジュレーションなわけなんですが、ただこのフリーケンシーモジュレーションを例えば普通のシンセサイザーでやろうとすると、普通のシンセサイザーでそのフリーケンシーモジュレーションを担ってるのってのは LFO というセクションなんです。ローフリーケンシーオシレーターという部分ですね。で、それでピッチに対して揺すりをかけるという状態、これがフリーケンシーモジュレーション、いわゆるビブラートなんですけども、これをじゃあ音色作りに利用できるかっていうとなかなか難しい。では実際にまずね、そのビブラートをかけてみます。で、今オペレーター1個だけで制限波を出しています。これに対してまずビブラートをかけてみますけれども、もうデフォルトでビブラートはかけられるようになってまして、ピッチっていうところを押すとですね、LFO っていうところありますか、 LFO のつまみを上げてきますと、こう、うねってますよね。これどん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 これ深くしてきます。で、ある程度まで深くなってきますと、これあくまでビブラートなんですよ。って同じです。で、これもっと深くします。はい、この最高にビブラートかかってますね。これ人間では再現不可能ですけど。これに対して今度速度を上げていってます。いいですか、聞いてくださいね。速度を上げます、スピードを上げます。はい、これ最高速なんですけども、いいでしょう。これ重要なのは、非常に深く非常に高速でかけると元の制限波と全然違う音色になってますよね。これ音色なんですよ。これもね、これが FM なんですよ。これが FM なんです。なんだけど、これじゃ楽器音として使えますかっていうと、これ使えないですよね。こういう特殊効果的なことは使えますけども、それ以外にじゃあ楽器として使えるとかなり用途狭いですよね。ね、なので、じゃあLFO を使ったのでは
フリーケンシーモジュレーションの音源にはならないということです。実はビブラートのことなんです。でも LF を使ってビブラートは学校はできないということなんですね。じゃあどうすんだということで、実はこれもデジタルじゃないとほぼ無理なことなんですけども、オペレーターというのは非常に正確な動作ができます。で、そのオペレーターでオペレーターにモジュレーションをかけることで、今の LF4 とは全く違うフリーケンシーモジュレーションをかける。これが楽器としての FM なんですね。で、まあ、こっちに鍵盤書いてあって、で、まあ、デジタルですから、アナログのシンセサイザーの説明の時にキーボルトみたいな説明したんですけども、音出せっていう指令がオペレーターの2番、1番に行きます。同時になりますけれども、オペレーターの2番は、ここで鳴ってる音をオペレーター1にぶち込むんですね。これ、くすぐると僕は表現してます。そうすると、キーボードからの指令を受けて、オペレーター1の出力に完全に同期した周波数で高速ビブラートがかかってる状態なんですよ。なんか説明が、なんかはって感じがすると思うんですけども、要するに LFO じゃなくてオペレーターでオペレーターにビブラートかけている状態、これが、簡単に言うと FM の原理です。でモジュレーションのことをくすぐると僕は表現してますけども、あるオペレーターであるオペレーターに対してくすぐりをかけると、これでもう即、実は FM で音ができちゃうんですね。直接音ができてしまう、アナログシンセっていうのは VCO というところで音を持っていて、それにフィルターをかけることで音を作ったんですけども、 FM っていうのはオペレーターっていう、要するにハードウェアの塊に対してもう一個の全く同じオペレーターでそこに信号をぶち込むことで直接音ができちゃう、これが FM なんです。だからアナログシンセとは全く逆のシステム、アナログシンセはフィルターで音を削る、だから音を減らしてたんだけど、今回のはオペレーターの信号でオペレーターをくすぐる、これ掛け算になるんですけど、それでもう出力信号で音が直接できてしまうという仕組みになってます。だから倍音を減らすんじゃなくて倍音を増やすという形になります。まずここが重要です。だけど倍音が増えるという意味では、今ここで起きているこれ明らかに倍音が増えたんですけど、これと同じなんですね。さあ、というわけで今ちょっとこの状態だと何にも話が進みませんから、とりあえずですね、LFO の、状態はなしにいたします。はい、元に戻します。で、FM シンセで重要な考え方というのは、オペレーターに対して別のオペレーターがくすぐりをかけるということなんですけども、そのいろんな組み合わせのことをアルゴリズムと呼んでいます。で、デフォルトですとアルゴリズムが1番という、これ実はね DX7 も全く同じように踏襲している状態です。で見てみますと、これオペレーター1番に対して2番がまずくすぐりをかけるようになってます。で次オペレーターの3番に対してオペレーターの456が並んでくすぐりをかけるという、かなり高度なものが実はこれデフォルトになってるんですよ。で実はね FM いきなりこれで音作れって言うと無理ですわけわかんないので、ここでまずアルゴリズムを使いやすいアルゴリズムに変えます。一番使いやすいのが実は横並びでこうなってるやつなんですよ。はい、この人です。はい、アルゴリズム、これが一番使いやすいアルゴリズムですね。1個のオペレーターの上にもう1個のオペレーターが乗ってるのが3個横に並んでいるというやつですね。だから、オペレーターとオペレーター、これは掛け算してます。だけど次のも掛け算してます、次のも掛け算してます、でそれ全部足してるだけという、アルゴリズム、これがすごい説明に楽なので、これから説明をこれを使ってしていきます。で、まずオペレーターというのは一番最初に、まあ、前回か分からないですけども説明したんですけども、ハードウェアの塊でございまして、基本的には鍵盤を押されば音が出る、で基準の周波数を変えられる、
それからいろんな波形が出せる。エンベロープジェネレーターがかけられる。LFO をかけられるというハードウェアの塊です。で、今こういうふうになっていて、それを単純にキャリアという状態だと音が出るわけですけれども、モジュレーターとして1個上に積み上がりますと、今それ自体は音は出ないんですよ。で、今ですね、まずそれが重要なことなんですけど、オペレーターの2番だけ聞こうとしても音は出ません。はい。これはここが紫になっていると、紫色になっているやつはキャリアじゃなくてモジュレーターなんで、こいつモジュレーターをくすぐりをかけるために存在しているオペレーターになっちゃうんです。だからこれだけ単独で鳴らそうとしても当然出ません。音は出ません。つまりくすぐられるやつがいないと、くすぐり役だけで音が出ないということになります。さあ、それで今これに対してくすぐりをかけていくんですけど、これすごい分かりやすいのは、これを上げていけばくすぐりかかってくるんですよ。それだけで。で、ちょっとやってみます。わかります?もう音変わるでしょ。これ何が起きてるかというと、このオペレーターの2番がオペレーター1をくすぐる強さを変えているんです。で、強くくすぐればくすぐるほど、波形が変化していきます。これを、まあ、はい、オシロスコープで見てみましょう。はい、ではくすぐりをかけていきます。もう途中から波形がものすごい変形してきますよね。で、一番強い状態だと、こういうえぐみのある音に変わります。戻します。まずこれですね。はい、これすごい分かりやすいですよね。これね、スライダーで可変で連続して音変わるってすごい技術なんですけど、で、このアルゴリズムにおいては2つずつ組になってますから、全部同じことが起きます。わかります。はい、まずこれがキャリア、そしてそれに対するくすぐる強さが変わると音色ができる。そうするともう勘のいい人はなんとなく分かると思うんですけど、このオペレーター2番、モジュレーターであるオペレーター2番とか4番とか6番にエンベレオープジェネレーターかけてやったら音色できんじゃねってまずすぐ思いつくと思うんですよ。つまり今手で動かしているように、これまるっきりフィルターを開いてるみたいに聞こえますよね。で、現象として同じようなことなんですけど、フィルターじゃないんですよ。くすぐりの強さを変えているということですね。で、もう一つすごい重要な要素がくすぐる速度という問題になります。で、今ちょっと何も図を示さずに説明しちゃったんで整理しますよ。どのようにくすぐるかで音色が決定します。オペレーター2番がオペレーター1番をどんなふうにくすぐるかで、今やったのはくすぐる強さです。それからくすぐる強さの時間的変化というのもスライダーで見ました。で、次くすぐる速度で、 FM は基本的に倍音を増やすシステムです。だからこのくすぐる強さ、くすぐる強さの時間的変化で倍音の変化が変わる。で、くすぐる速度でも倍音が変わるんですけども、さて、で、このくすぐる強さですが、モジュレーターのアウトプットレベル。ね、強きゃ強いだけ、キャリアの出力波形が激しく変化。これも絵で見た通りです。くすぐる強さの時間的変化、モジュレーターのレベルの EG。EG でもできるし、リアルタイムでもできる。で、ここです。キャリアの出力波形の変化を作り出していて、これはフィルター型のシンセとの最大の違いはここです。くすぐる強さで変えている。フィルターで作ってんじゃない。で、次、くすぐる速度。はい。モジュレーターの基本周波数設定、これレイシオって言うんですけども、レイシオを変えることで
音色が変わります。で、基本的にはくすぐる速度が速ければ工事の倍音がキャリアにする家計に含まれるようになります。つまり簡単に言えば高い成分が増えるんですね。なんだけど重要なのはこれキャリアとモジュレーターの周波数比であると書いてありますが、この周波数比について細かくやる前にまずは今この状態でオペレーター2番のくすぐる速さを変えてみます。でここで変えられますので、じゃあこれと同時に波形を見てみましょうね。わかります？このように変化してきます。もう一回やってみます。例えばこの辺で止めてると、はい、これもアナログシンセとは全く違う動きになります。これがくすぐる速さの変化ですね。この辺を利用して音色を作っていくのが FM 音源ということになります。で、先ほどここに書きましたキャリアとモジュレーターの周波数比、これが重要ですよということを言いました。これを今この、ですね、この便利なお尻を見ながらちょっとやっていきたいんですけども、ちょっと性格を期すためにこいつじゃなくてちゃんとこんなカードでいきましょうね。まずオペレーターの2番、今ここ1です。これはキャリアと揃えます。そうすると今キャリアのレシオ1、キャリアの周波数が1でモジュレーターも1、1対1です。この状態でこういうふうに変わったわけですね。で、どの周波数比の時にどんなような波形が出るかっていうのは、これはもうデータとしてあります。で、実は1対1の時、これはもうここの値によるんですが、実はノコギリ波形に近くなります。2にしますと、波形波形に近くなります。でこれがちょっとまとめてみましたが、このようになります。はい、どうぞ。キャリアモジュレーターの周波数比、1対1だとノコギリ波形、1対2だと区形波形、1対3だと区形波形がちょっと歪んだやつで、重要なのが1対 3.5 で金属倍音が出ます。これすごく扱いやすい比率ですから覚えてください。から1対4だとやっぱりちょっと区形波形の高い場合が含まれたやつになります。でそれ以上の比率にしていくと基本的には気温と分離した工事倍音が出てきます。でこの辺を利用しながら、音を作っていくというのが FM の一番基本的なところです。だから、今やったのはモジュレーターの強さのコントロール、そしてその強さと、あとはくすぐる速度のコントロール。まあ、このくすぐる速度っていうのは、あくまでキャリアとモジュレーターの周波数の比率ということなんですけども、それで基本的な波形が決まるということです。じゃあもう、今日のところはですね、これ以上深入りしないで、まあ、今これで音できちゃったじゃんっていうノリでですね、あともう一つすごい重要なことがあって、フィードバックっていうのがあるんですよ。でこのフィードバックっていうのが自分で自分にモジュレーションをかける状態なんですけど、なんとですね、この OP6 全オペレーターにセルフフィードバックっていうのがかかります。要するに自分で自分をくすぐって、
そのくすぐった結果を出力する能力が全オペレーターをもが持っているってことなんだね。でね、これは実は言うとこれもね、あの DX7 の頃から考えてちょっと反則に近くて、これどういうことになるかと言いますとですね、例えばね、このオペレーターの1番、これ普通に、普通の声援波じゃんじゃんなんですが、フィードバックってここにあるんですよ。これ上げていくとですね、あらあら、倍音増えちゃうんです。これ要するに自分で自分に FM かけちゃってるわけですね。そうすると何もしないでもこういう波形になっちゃうんですよ。これね、じゃあどういう波形になってるかアナライザーで見てみますと、あらあらあら、ノコギリ波じゃないですか。つまりオプシックスのオペレーターは1個だけでも FM のフィードバックを上げていくと、自分で自分にモジュレーター、モジュレーションをかけてフィードバックしてノコギリ波に変われるという能力を持っております。1個でですよ。ただこのフィードバックに対してエンベロープはかけられないので、実はシンセサイザーとしての音作りっていうのはなかなかできないんですよ。だからだとしたらモジュレーターとしてのオペレーターの2番、これにフィードバックをかけていくと、じゃあ音色どう変わるか聞いてください。今これオペレーターの2番にフィードバックかけています。工事倍音がシャッシャッと出ていますよね。簡単に言うと、もうこれは制限波に対してノコギリ波で FM かけてるという状態になります。でこの状態であれば、このオペレーター2番のレベルをコントロールすれば、つまりくすぐりの強さをコントロールすれば、まるっきりフィルターが開いたり閉まったりしてみたいな効果がということになります。でこれね、すごいのはフィードバックガーッと上げて割と音色がぶっ壊れることなんですね。これが FM 音源のまた楽しいところです。でもあくまで音程鳴ってて上で、はい、これが FM ならではの、まあ、フィードバックを使った音色変化ということができます。じゃあとりあえず、今日はですね、あっさりとこの辺で一回区切っておきますので、オペレーター同士のそのモジュレーションとキャリア、モジュレーターとキャリアの関係性で、くすぐる強さ、くすぐる速さ、それからフィードバック、この3つのことを今日は、勉強しましたので、これはじゃあ実際具体的に音作りどういうふうに使われるかということを次回からやってみたいと思います。それでは今日のところはこれで。お疲れ様。